の、うん、見てないですミュート解除しました。はいよー。何あることないこと言っていいんですか。どうぞ。めちゃくちゃなことをもう。そうじゃねえんだよなとか言ってそれで P は入んないですからね今日はあのいや Twitter か Facebook で今もうリンク貼ったからちくしょうそうじゃねえんだよな俺に投げさせろって俺の方が飛んでんじゃねえからこの USB でもなんで決勝残ったんでしょうねみたいなどうせ誰も見てないよ一部の好き者しか結構北海道の人とか見てるんでしょ見てるみたいですよね、ねお、風が追ってんじゃんそれじゃあんまり浮かずなくていいもう入ってますからねあ、そうっすかもう入ってんのあ、入ってます入ってますあの審判の紹介もしますからもうはい、始めます。ただいまより決勝戦を行います。はい、IOSCC 決勝の模様をお送りいたします。1番手は予選6位の金谷選手予選記録 45.8m バッチリです実況大滝、解説はその他のスペーキャスターが行います。瀬さん何回やってくれるんですよねみんな見てますからここにいて見てるのえらい世の中だ大東ちょっと寄れましたねカネ選手第1投 41.4 ちょっと先端が暴れました。島さん言いたいこと島さん言いたいこと言っていいんですよ。あれスペイは楽しいですね。あ、解説に島田さんが来てくれましたアイスポーズ。計測は最長距離以下は、取りません。自分で言うだよ。誰が言ったんだと思った。自分で言ったんだ。野寺さんからアドバイスが飛びます。おー、いいの入った。44.8 に記録が伸びました。ちょっとアンカー入りすぎ。おーい、向かい風が強い。
みんな入った。また先端がバレちゃってますね。深呼吸から。オーバーハング、あと50センチ。あと50センチくらいオーバーハング。全然中継してないじゃないかな。あ、してますよ。中継は喋り続けるけど。あ、ネタが。あ、解説をお願いします、解説を。お、いいのいった。強制ターン。記録は 44.8m。 続きでした。続きまして山本です。よろしくお願いします。2番手は予選5位通過の山本芳美選手。予選通過 44.8 結果は 46.6m。山本選手の主要タックルは、ロッドがラインを出しております。ロッドが解説でそれをしてます。ロッドが、ジャパナイズスペイの LB7018 フィート、ラインが CND のピンクラインですね。マーク2です。今放映中。そうです。そう、山本選手はシーズン中のほとんどを新潟の魚の側で過ごすという猛者です。さあ1投目ちょっと置き直す。お、リールが鳴りましたけどファールですね。ちょっと風が向かってきてしまいました。あ、おかえりなさい、はい、金谷選手戻りました。私の記録 44.8 だっけ。はい、 44.8 ですね、はい、予選通過の記録よりも下回ってしまいました。うん、残念でしたね。風は悪くないんですが空気重かったですね。空気の重さ、それは場の空気の話ですか。うん、それもあるかな。現在山本選手入間道場の、練習生、まあ、JTSCC クラブ員です。埼玉県所沢市在住ですが、シーズンの半分は新潟県民になります。はい、あ、今年は決勝進出したためにイワナは釣れないでしょう予報が出てます。まあ、あのシード権を取りましたんで、今年はあの比較的釣りに費やせるんじゃないかと。伸びないですね。伸びないですね。39.3 ですね。じゃあ風向き的にはどうですか。ちょっと向かってますね。向かってます。はい、昨日から追い風になるタイミングないんですよ。ないですね。一瞬降ることもあっても、その後すぐに向かい風になっています。ちょうどその一瞬を捕まえられるかどうかですね。そうですね。あ、今いいトゥーループ入りましたが、ファール。山本選手、あの予選時にあの使用したタックルと変えてきましたよね。ラインは野寺さんの、パーフェクトに入っている LDF マーク2ですね。これプロトですね。プロトですね。ロットは、070ジャパナイズスペースですね、これは。実況をあの自分でやってくれるっていうのも、ね、なんてダンディーな。ライも舞い上がっちゃってますね。
まあ、周りは言いたい放題ですよ。言いたい放題です。もう私ももう終わりましたから何でも言います。今回決勝残念ながら3連覇できなを逃した野田さん。携帯でモバゲーをいじりながら。あれ。これは距離は出てましたね。最終記録は山本さんの投擲、記録は 39.3m、 39.3、はい、山本選手 39.3 でした。残念。カーリー選手暫定トップですね。そうですね、よくあることです。さあ次は井上選手、昨日は散々飲み明かしたそうですがセミファイナル一発で、そうですね、46.8 で4位、はい、まあ、空気が読めなかったっていう話もありますけども、そこはあえて読まなかったでしょうね。なんせクレバーな男です。井上選手はね、あの井上選手といえば奥様も、奥様と一緒にスペインオラマに出場経験がありますよ ね、 一時期はね、チャンピオンの旦那さんと呼ばれるような高子さんの旦那さんっていう扱いから最近はね、ちゃんと、当時スペインオラマでミスタースムースと呼ばれた男。そうですね、ここ 1,2 年スムーサーが欠けてましたので戻ってきました。言い過ぎじゃないのかい。いいのかい。ロットはキャロン18フィートゴードン・アームストロング仕様のモデルです。ラインも、キャロン105フィート回の90何フィートかな、まあ、あのリールに105フィート丸2と書いてありましたん で、ちなみにリールはあのエコ の、 あの例の安いさをリールなんですが、塗装を全て剥がしてシルバーなかなかかっこいいリールになってます。自分はあの初めて見た時シルバーもあ ん、 じゃ ん、 あんのかと思いましたけどありません実は。おいけそう、ナイスキャスト。ちょっとターンが40は超えましたね、うん、ちょっとね10メートルレベルが低いですけどちょっとドッキリだったんじゃないですか今ね、44.8、いくつ、41.8、セーフ、かんないですね、セーフ、まあ時間の問題だとは思われますけども、ね、うん、はい、昨日今日と、まあ、天気は昨日は雨でしたけどね、はい、今日は雨も降ってましたけども、ね、空気的には同じ重さ全く飛びません。場の空気的にはね、昨日よりもちょっといいんでしょうけど、ね、ちょっと単価が乱れましたか。ちょっとスイープが雑になりましたね。時間でも気にしたんでしょうか。奥さんも気にされたんじゃないですかね。これは奥さんですか、ええ、昨日のことで、ねえ金谷選手が1位です。場内アナウンスで金谷選手が暫定トップと、CLA の時も、ジェームスが終わった時点で暫定トップでした。その後トラビスとトラビスに、ジェラルド ジェラルド、あとは、ね、アンドリュー・トフトに抜かれて、アンドリュー・トフトですね、4位でした、ね、さああとどのくらいでしょうかね。ちょっとまだ時間のコールがありませんね。落ちましたね。伸びませんね。もしかして後ろの実況うるさいですかね。我々が邪魔をしてるんですね。これはまあお役目ですからね、しょうがないですね。我々あの言いたいことを言ってるわけじゃないんですよね。的確に、言ってるようで、はったりかまして、おこれはスムーズに入ったんじゃないですか、しかし伸びませんね、やはりあそこで空気の壁がありますね。あの辺にあの辺で昨日のことを思い出すんでしょうね。現在視聴者は6名お6名の皆さんありがとうございます。本当に、ね、去年は20何人見せてくれたんですけど今年は6人だけで残念。ちょっとこれやりすぎてる感が我々は。そうですか。おそらく今、まあ、あの BQ1 さんが写真撮影に来てくれました。ここでちょっと我々もいいね的な、いいね的な、いいね的に、ありがとうございます。あ、終わってしまいましたね。あ、そうですか。選手の投擲でした。記録は 42.4
42.4 メートルでした。メートル。おそらく、まあ、今までのこう、ね、決勝の結果を見てると、ね、予選落ちの方からブーイングでも出るんじゃないかな。さあ次はいよいよ、柿沼選手です。シーズン中予選会は、出場できませんでしたが、昨日の予選会で、しっかりと1位を取ってシード権獲得、準決勝進出。刺激でしたね。刺激で決められた。普段はあの栃木のカニ釣り場 あのインターレイクであの練習されているということです。はい。あのインターレイクは非常にあの、ね、設備が整ってますよ ね、いいですね。また2月の26だったかな。そうです、ね、インターレイクありますね。はい。柿沼選手、ロットはキャプチュードの18フィートですね。ラインは結構カスタムされてるようですね。これですからね。見た感じキャロンに見えますけど、あのオレンジついてるのはどうなんだね。あれキャロンのラーニングの部分じゃないですか、ね。あ、そうですか、ね。詳しいですね、さすがに。おーい、ターンした。あ、一発決めてくれましたかね、いきなりね。うん、まあ、ちょっとでも40いってないのかな。39.8、まあ、ランニング出してないですね。うん、ね、39.8 です。ただいま 39.8 メートルです。栃木のインターレクター16フィートマスターと呼ばれる柿沼選手。そうでした、そうでした。お、これもいいターンだ。お、伸びた伸びた。45超えましたね。超えてますね。6も超えてますか。7。嘘。いや、47.2 です。まだまだここから伸ばされる、ね、いきますね。金谷選手暫定2位にちょっとランクダウンですね。いやいや、もうあの CLA の4位と同じで結構です私は。なんせね、まだロットがないんで私は。あれ、金谷選手、ちなみに今日使用されたロットは、口が割れたアルティメイトです。金色のテープでごまかしてます。あれはデザインじゃないんですか。デザインではあります、ね、残念ながら。おー、いいの。おーい、これも記録伸びました。ループのパワーが違いますね、全然ね。49.6、本日のロンゲスト更新ですね。本日のロンゲストが出ました。本日のロンゲストは小野正樹選手の 49.2 メーターだったんですけどね。超えましたね。おー、入った。綺麗に最後までターンしましたね、今。あれ49、あれ、ね、飛び方は今確実に50オーバーかと思いましたけど、うん、ここまで投げるとグーの根も出ます。もう煮るなり焼くなり好きにしてくれと。もうどんどん記録飛ばしてくれと。まあ、あとこのあと、北林選手と野選手が残っておりますね。まだ11が、まだまだ、まだまだ分かりません。50出しときたいとこですね。いいですね。50いかないとちょっとなかなか安心できないですね。ちょっと力入りましたからね。まあ、僕にどうこう言えるレベルじゃないですけど、まあ、後ろで50だ50だってさばいてるからちょっと力入っちゃいそうでしょうか。すいません。すいません。あの、我々以上にね、周りは実際うるさいんですよ、これ。さあ、はい、柿沼選手、終わりました。49.6メートルです。ちなみに記録が伸び悩んでるところで、さあ北林選手です。今年に入って年明けからたった1日だけ竿を握ってないそうです。握ってないのが1日です。そうです。先週の木曜日って言ってましたね。言ってましたね。
もう今日が22日ですので、はい、21日間そう素晴らしい。あの本人曰くですね、木曜日触れなかった理由は仕事だったからだと。他の日はどうだったんだって話なんですけど、決してあの仕事がなかったわけじゃないですね。仕事を行く前と帰ってきた後に見られると。ああ、ミスター北林。ロッドはキャロン18フィート。キャプチュードじゃないですか。あ、キャプチュードです。ごめんなさいね。キャプチュードですね。ラインがキャロンです。いろいろ弊害がありますね。弊害ありますね。今の語弊はちょっと。ちょっとですね。はい、次に出るキャロンのロッドはなんかジェラルド・モテルで27万とか。27万。買うって言ってました。私は買いません。ミスターは買うんですか。ミスターは買わないでしょう、おそらく。僕のところにはですね、うん、買って最後のサウンにしようかなっていう情報が。おお、そんなのもありますか。ちょっと今ティップが潰れてしまいましたね。ミスターはあの競技者の中でも結構軽いラインを使うことで有名ですよね。そうですね。大体ね、70グラムぐらいを使う人たちが多いんですけど、ミスター60グラム前半ぐらい。前半ですね。お、37メートルだ。37メートル。ちょっとオーバータン気味で。はい。でも42はいったかな。42.7。カネ選手リード。ん？俺44だよ。失礼失礼。お、うーん、ファールです。あ、45ぐらいは言ってましたよね。なかなか、まあ、ちょっとね、今回は投擲台もね、普段の高さよりもちょっと低いんですよね。昨日の雨で増水しましてね、今朝来た時はもう半分沈みかけてましたからね。流されるんじゃないかっていう噂もあ、これもファールです。風は現在左前から左前から吹いてる感じですね。まあ全然弱いですけども、50メートル狙うとなるとちょっときつい風ですかね。あのキャスターの心理的にはどうなんですか、左からの向かい風というのは。このぐらいは全く関係ないというか意識しないで、なぜ飛ばないんだろうってなっちゃいますね。そうですね。でも実は風吹いてると。実際まあ投げながら、あの心の中ではね、なんで向かってやがんだいと。いや、向かってることは気づかないぐらいの向かい方ですね。なんで飛ばねえんだ。これは大丈夫ですか。でもよくよく風を感じると向かい風と。気にしちゃうとダメってことですね。でもまあまああります。ミスターちょっとティップが暴れてますね。ね、どうしたんでしょうか。ミスター北林。ミスター北林、昨日降ったんですかね、実は。昨日降ってますよ。降ってたの。ちょっと金谷先生が暴走気味ですけど、まあまあちょっと気合を入れてみました。ちょっと間が持たなかったということで、金谷先生。おーい、チェック。あー、潰れてる。ちょっといつものあの豪快な振りが今日は見れてないですね。あ、ちょっと風強くなってきましたか。ちょっと吹いてきましたね。なかなか風が止まらないですね。あー、ちょっと残念な結果でした。42.7メートル。ちょっと残念でした ね、そして最後の投擲者、最終投擲者、小野さんの投擲です。さあ、小野選手です。小野選手、去年7月に 62.9メートル投げてね、現在、JTSCC ジャパンスペイキャスティング、ジャパントーナメントね、スペイキャスティングクラブの、記録保持者です。ね、あの当日は金谷選手も60オーバーを投げたんですけど ね、ですけどね。おっと、私3位が確定しました。俺はメダル確定ですね、金谷選手。俺はね、あの俺によこせって思ってる人が結構いるんだと思いますよ。42.44 何回間違えてきましたか。
44メートル、ね、ちなみに漫才コンビじゃないんでね、ごめんなさいね。44メートル、予選10位以下のレベルですかね、これ。聖地これでいいのか。ちょっと向かい風強いですね。ちょっと小野選手のパフォーマンスが見れないかもしれない。聖地選手はあの北総演でますけど。ケンケン笑いちゃいますよ。でもね、ここはやっぱり小野先生の腕の見せ所は。現在12名、去年より10人少ない閲覧者でとても悲しいですね。さっきよりちょっと増えましたね。ちょっと増えましたけどね。もう喉もしませんね、俺は。去年はね、中継しながら大阪からカナダからメールが入ってましたが今ちょっと携帯離れたところにあってメール見れません。今年はあの苦情の方が苦情の方が心配ですね。現在撮影しているものは録画して後ほど、まあ、ちょっとユーストリームの録画は画質悪いですけども公開しますので、また2度3度と楽しんでもらいたいればと思いますが、まあちょっと風が強いです。ちょっと強くなってきましたね。おお、でもやっぱし行きますね。おおおお、どうだどうだどうだ。ちょっとランニングを踏んだ分伸びなかったですか。私まだ30センチになってます。それでいいのか、聖地。お風邪詰まったよ。ドキドキした。ドキドキした。でも、もう3位確定だから。確定3位です。小野選手は番長と呼ばれてますけど、これはスペインの番長ということでいいんですよね。もちろんそうですね。キャスティングの番長ということで、もう一発の社長さんですので。あ、社長さんなんですね。貫禄が違いますね。貫禄違います。もうね、スペイキャスターみんなの憧れです、はい、どうしたらあんなに飛ばせるんだろう。全国のちびっ子からね、お年寄りまでそんなにいいのかい。いいのかい。そんなにいいけどな。さあどうだ、向かい風が強い。あー、それでもやっぱターンするますね。すげえ。この風であのキャストすごい。すげえすげえ。おお、この風で47はすごいです、ね、思ってる以上に風ありますからね。やっぱ小野さんに CLA 行ってもらいたいですね、うん、じゃあ行かしてあげればいいじゃないですか、うん、行くだけじゃなくその1週間分の、はい、ね、稼ぎもこっちから払わないと大変なことになっちゃいますからね。それは半端ないですね。給料払ってる人なんですから、ね、もらってる人じゃない、払ってる人ですから、ね、そうですね。すごい。ちなみにロッドはプルス&ウォーカーのパワーライト18ビットで、ラインはバリバスの、トーナメントライン、プロトラインです。バリバスから出るんですか。狭山の地元バリバスからのラインです。イルマです。あ、イルマか。ごめんなさいね、イルマです。まあ大差ないです、ね、大差ないですか、うん、いやでも島の住人はかなりそうなんです。あるそうですね。イルマ市狭山とか狭山市イルマとかあるそうです。言い出そうですね。事務局の社会から黙ってないですよ。人事長がこんなことを言ってまして。一回ね、狭山とイルマの合併の話があったんですけど、住民 の反対多数で否決されました。まあ、今日のキャスティングに全く関係ない話ですよ、ね。関係ない。おお、すごいな。終わり。はい、終わりました。どうもありがとうございました。素晴らしいキャストでした。記録は 47.8m です。選手おめでとう。あ、私3位です。3位だ。優勝は柿沼選手、2位小野選手、3位私金谷でした。ありがとうございました。ありがとうございました。